ミハイ・エミネスクは、ルーマニアとモルドバで姿勢と称えられ、最もよく知られている近代のルーマニア詩人。本名は、ミハイル・エミノビチ。エミネスクの有名な詩は、キンセール・ジャンファル、古代の院による、叙事詩、風習歌、5つの手紙など。文学協会、ジュニメアで活動し、保守党の広報誌、ティンプルの編集も務めた。ミハイの父ゲオルゲ・エミノビチは、 現在のスチャバ県カリネシティのルーマニア人の家系の出身である。1840年、ゲオルゲは、モルダビアの上流階級の家の娘、ラルカイユラシクと結婚し、その後、一家は、ボトシャニ県ボトシャニ市に近いイポテシティ村に転居し、そこに定住した。二人の間には11人の子供が生まれ、ミハイは7番目。現在、イポテシティ村の属するコムナは、 ミハイ・エミネスクという名前になっている。ミハイ・エミネスク・ミハイル、もしくはミハイは、ルーマニア、モルダビア地域のボトシャニ市で生まれた。両親の実家、ボトシャニと一歩手ティで幼少期を過ごし、1858年から1866年まで、チェルナウチの学校に通学。ギムナジウムに2年通い、82人の生徒中5番目の成績で卒業した。 1866年、ミハイが16歳の時に、ミハイの作家としての最初の足跡がある。同年1月、ギムナジウムのルーマニア人教師アロン・プムヌルが亡くなり、チェルナウチで、プムヌルから学んだ生徒たちは小冊し、ギムナジウムの生徒たちの涙を出版。その中に、アロン・プムヌルの墓でと題した詩が掲載されており、ミハイル・エミノビチのサインが見える。 また、2月25日付の彼の詩、もし私が持っていたならば、ハンガリーのマチペストで、ヨシフ・ブルカンが編集する文学雑誌、ファミリアによって紹介された。これにより、ミハイの詩のシリーズの発表が定期的に始まることになった。さらにこの時、編集者、ヨシフ・ブルカンは、若き詩人の名前の末尾に、スラブ系を意味する設備字、石がつくことを嫌い、より、 ルーマニア人らしいペンネームを名乗るよう望んだことからミハイ・エミネスクと名乗るようになった。1867年、ミハイは事務員兼プロンプターとしてヨルグ・カラジアーレの劇団に参加した。その翌年にはミハイ・パスカリーの劇団に移籍。この両劇団は当時のルーマニアの主要な劇団で、特に後者は俳優兼脚本家のマテ・ミーロと、 ファニータルディニ・ブラディチェスクグループも含んでいた。ミハイは、まもなく首都ブカレストに腰を落ち着けた。そして同年11月末頃には、ブカレスト国立劇場の事務員喧嘩辞生になった。ミハイはこの仕事をしている間にも、小説と詩を書き、出版し続け、同時に、ハインリヒテオドール・ロヒハーから翻訳の仕事を受けて、何百ページに及ぶ翻訳をすることで家賃を、支払っていた。 しかし、この翻訳作業をすべて完成させることはなかった。また、この時小説、枯渇した才能を書き始め、この小説は、ミハイの死後、1904年に未完のまま出版された。1869年4月1日、ミハイは何人かの若者たちと、民話、交渉伝承詞、そして歴史と祖国の文学に関する資料の収集などを目標とした文学サークル。 東洋を共同創設した。同年6月、東洋委員会のメンバーたちは、ルーマニア国内の様々な地方を見学しに行くことを決定し、エミネスクは、モルダビア地方を割り当てられた。その夏、チシュミジュー公園で、ミハイは、軍の将校である兄のヨルグに、全くの偶然に再会。その時ミハイは、家族との関係を修復するように助言するヨルグの、 言葉を断固として拒絶した。1869年夏の静かな日、ミハイはパスカリーの劇団を退団し、チェルナウスとヤシに向けて旅だった。この旅の終わりに、ミハイは疎遠になっていた家族と関係を修復し、父親はミハイに秋になってからもウィーンで学業が続けられるように定期的に仕送りをすることを約束した。そうした中、常にミハイは書くことを続け、 死を発表し続けていた。特に、ムンテニア地方の前の統治者、バルブ・ディミトリエ・シテルベーの死に際しては、シテルベー公の死にという死を発表した。1869年から1872年、ミハイは、ウィーンで学んだ。ミハイは、哲学と法学の学部で、臨時長校生とみなされ、学生生活中は、活動的に行動し、小説家、ヨアンス・スラビチと信仰を持ち、 詩人、ベロニカ・ミクレを通して、ウィンを知った。文学協会、ジュニメアが編集する本、文学の対話にも寄稿するようになった。文化機関である、ジュニメアのリーダーたち、ペトレ・ピー・カルプ、バシレ・ポゴル、テオドール・ロセッティ、ヤコブ・ネグルジ、そして、キク・マヨレスクの活動は、ミハイの反省の政治的、文化的な背景に大きな影響を与えた。その中で、 ミハイの死の一つ、ビーナスとマドンナに感銘を受けたリーダーの一人、文学の対話の編集者でもあったヤコブ・ネグルジは、ミハイに会いにウィーンまでやってきた。ネグルジは、晩年、ミハイとの出会いを、長い髪と物思いにふける、ロマンチックな様子で、注目を浴びて、ウィーンのカフェ内で、若者の集団から浮いていたため、ミハイをたやすく見つけ出すことができたと書いている。1870年、 エビネスクは、オーストリア・ハンガリー帝国の中のルーマニア人と、その他の少数派の置かれた状況下で、古代ローマの風刺家、マルクス・テレンティウス・ワロ・マーカス・テレンティウス・バロの名を、仮で、バロというペンネームのもと、ペシュトの雑誌、フェデラチューネアに、三つの記事を書いた。その頃、ペシュトの新聞、バチのジャーナリストになった。また1872年から1874年は、 ジュニメアからの給料のおかげで、ベルリンに学生として泊まることができた。1874年から1877年、ミハイは、ジュニメアのリーダーの一人で、モルダビア地方の都市ヤシの大学校長であるキトマヨレスクとの進行により、ヤシの中央図書館の理事として働き、ウィーンとヤシの州で、代用教員、学校監査官、新聞、ヤシ新報で編集などを務めた。また、 ジュニメアの本、文学の対話で作品を発表し続けた。その他にもイオン・クリアンガの良き友になり、作家になるように説得して、文学の対話に紹介した。1877年、27歳の時、ミハイは、ブカレストに移住。1883年までの間、保守党の広報誌、ティンプルの最初の編集長になった。この時期に、名作、キンセールジャンファル、 古代の因によるジ児ジフ風刺史、手紙が生まれた。ミハイの有名な編集記事の多くが、ルーマニアがロト戦争でオスマン帝国と戦った時とその間の外交争いの時期のもので、それはついにルーマニア独立の国際的な承認をもたらした。だが、その承認はユダヤ教のすべての国民にルーマニアの市民権を授けるという条件下でのものであった。 エミネスクはこの条件とベルリン条約の条項に抵抗する記事を編集。しかし、ルーマニアはベッサラビア南部領地を国会に面した元オスマン領土のロシア領土ブロジャ北部と交換しなければならなかった。1883年6月、詩人ハイは精神錯乱を発症し、出医師の病院に強制収容された。同年10月、 ウィーン近郊にある療養所に入院した。そのため、同年12月、ミハイの鹿を聞くマヨレスクが選んだ先週、ポエジーが出版され、その序文もマヨレスクによって書かれた。これは、ミハイの生前に出版された、唯一の詩集となった。エミネスクの墓1884年1月、一歩手ティで、ミハイの父、ゲオルゲが亡くなった。このすぐ後、ミハイは、 古い友人であるアレクサンドル・キビチ・レブニャーヌに、また2月にもマヨレスクに、国に戻りたいと手紙を書いている。医師はミハイに、イタリアを通っての旅を進め、2月末、ミハイは、キビチと一緒に進められた旅路に出発し、3月末、大勢の友人たちに迎えられて、ブカレストに到着した。その後、ヤシに行ったり、10月にはその年の、ジュニメアのパーティーに出るなどしていたが、 11月にはまた入院することとなった。その後入退院を繰り返すこととなる。ミハイは晩年双極性障害に苦しんでいた。さらに1883年にはルーマニアで梅毒と診断されていたと後にルーマニアの作家で文学評論家のジョルジェ・カリネスクは詩人ミハイの伝記で書いている。ミハイは20歳の時から病気を患っていた。しかし、 ウィーンで下された別の診断では1883年の衰弱は記述があるが梅毒については言及していない上、翌1884年にルーマニアに戻ったミハイは通常の健康状態に見えた。このような疑問の中、1886年、ミハイは梅毒の時に行う飲酒的な治療法、水銀注射の投与を受けている。 1889年6月15日、ミハイはブカレストの出死の病院で39歳で亡くなった。しかし当時のミハイの検死はひどいものであったため、ミハイの本当の死因は謎のままに終わってしまった。その後、ミハイはブカレスト最大の墓地ベルに埋葬された。近年の研究によれば、当時のルーマニアとオーストリア当局が、 ルーマニア・オーストリア条約の強力な政敵を排除するように命じてエミネスクを病気にすることを企てたと主張されている。秘密条約はルーマニアに当時オーストリア統治下にあったトランシルバニア地域のルーマニア人への支援を止めるように要求した。それはしばらくの間実行されトランシルバニア出身のルーマニア人をブカレストから去らせる原因になった。 エミネスクも待たさることになり、定期的に監視下に置かれた。そして唯一の梅毒診断は、ルーマニアの医者たちによって下されたものだった。ルーマニアの歴史家、ニコラエ・ヨルガは、エミネスクをコルマニア語の父と呼んだ。ミハイは、ルーマニアの詩人として、最も偉大で最も代表的な人物として、誰もが認め祝福した。ミハイル・エミネスク詩集、ミハイの死は、自然や歴史への愛や、 社会的論評など、主題が広い範囲にわたる。ミハイの幼少期が深い教師を生み、晩年の歯化につながった。また、ミハイは、アルトゥル・ショーペンハウアーの業績に影響を受けており、最も有名な詩金セールジャー・ファルは、ベーダーンタ学派の宇宙起源論の基本原理を含む、ことを示唆している人々もいる。現在、ミハイの詩は60を超える言語に翻訳されている。また、 ミハイの一生、仕事そして死は、ルーマニア文化に強い影響を与え、ミハイの死を学ぶことは、ルーマニアの公立学校では必修科目になり、しばしば、キンセールチャーファルの暗記や検討が、高校の卒業試験の必須項目になっている。ミハイエミネスクの有名な、資産分前終盤文学協会、ジュニメアのリーダーの一人で、ルーマニアの千八百七十年代の文学評論家、 キトゥマヨレスクは若干20歳の時のエミネスクを自身の評論の中で本物の詩人と呼んだ。それから10年の間にエミネスクの詩人としての名声は3つの理由などで絶えず成長していった。ミハイは全ルーマニア方言や古い語法、広い哲学的解釈によって作り上げた信語で文学的な言葉を豊かに扱った。初期のルーマニア詩には稀な 大胆な隠味を使った。最後だが、とりわけ重要な理由は、彼はおそらく、ルーマニアのすべての地域で作品を発表し、あらゆる部分のルーマニア人の問題に絶えず、興味を持っていた、初めてのルーマニアの作家であった。そして、ミハイは、自分の指摘位置をし、私への評価の中でロマン派と定義していた。結果、ミハイの早すぎる死と同様に、その自由奔放なライフスタイルが、 天才のロマンティックな像に彼を関連づけたと言える。1880年代後期という早い時期にエミネスクには新報の厚い支持者の一団がいた。1883年、金セールチャーファルはあまりにも有名になったため、新しい文学批評誌が後にその名を使用した。ミハイはすぐにルーマニアの国民的詩人として称賛された。 それはミハイが国家回復の時代に書いていたからではなく、ルーマニア全域で最高位の作家として受け入れられたからである。今日でもミハイは、ルーマニア、モルドバ、ウクライナの一部とブコビナ地域で暮らすルーマニア人たちの国民的詩人として尊敬されている。以前のルーマニア戦霊紙幣、エミネスクは現代においてどこにでも存在している。 エミネスクの像は至るところにあり、エミネスクの顔は最高額のルーマニア紙幣として、1998年に発行された1000例紙幣と2005年に発行された新500例紙幣の肖像で表示されている。多くの学校や施設はエミネスクにちなんで名付けられている。またエミネスクの誕生年の式典は多くのルーマニアの街で毎年行われ、 1989年と2000年には国民行事になった。こうした中、多くの若いルーマニアの小説家たちは、エミネスクの思想と神秘性を取り除こうとしたとき、大きなスキャンダルを引き起こし、公の世界から拒絶され二度と票に出ることはなかった。ミハイの保守的愛国主義見識は、称賛を受け、ミハイはルーマニアを派によりすんなり肖像に採用された。 ルーマニアウ派がミハイを完全に自陣に抱き込むための主な障害は実際のところエミネスクが今まで一度も自身をクリスチャンであると証明せず実著の死でやや無差別的に仏教とクリスチャン不価値論者無神論者をテーマに使用していたことであったミハイは活動していた時から10年間は神秘主義者資本主義者と非難されルーマニア共産主義者は ルーマニア詩人の主役としてエミネスクを採用することを止めさせた。この状況の中雪解けのドアを開けたのはフランスの1870年の1871年の事件の影響下で書き人名についてのショーペンハワーの批評で終わったエミネスクの詩、皇帝と無産階級だった。なぜなら、 この詩を不やムラ地でのみ見せる検閲削除版で、無産階級者の運命に興味を持つ一人の詩人としてのエミネスクを示すことができたからだった。プリンティー・フレイシー・セルーロル・リュイ・ミハイ・エミーニスク。トライビューナ・2019年5月15日閲覧。ダニエラ・カーリー・サンテカ。エミーニスク、A ・エホスト・ビクティーマ・マポリティカ。ジュナル,ル・ナッシュネル・ HTTPS。 エムジュナルル、アンテナ3、ロー、スペシャル、ジュナルル、エミニスクエイホストビクティーマポリティカマイナス -29,979、29, HTML2019 年5月15日、閲覧。エミニスク、ルーマニア酔いの明星、世界の童話4年生、杉木隆史、矢崎源次郎、田中春美役、実業の日本社、1960年。 ムシド BA89122147 ミハイル・エミネスクゴトウダ・スミオおヤスミモリヌコトアカペラによる愛称曲集1から2トゥドール・フロンドール音楽の友者少年少女が証明曲シリーズ1985年全国書紙番号215522ムシド b a 6 2, 2 2 1 9八8 8, 8. ミハイエミネスクを追想するジョルジェ、カリネスクミハイルソドベイヌーによる、老称、イーアキャンドボイファイパメントミハイルソドベイヌーによる、老称、ポリエチレンロンアプラ PFR、ソットミハイルソドベイヌーによる、老称、レバディア。ありがとうございます。